リゼルド。どうしたじゃない。君は聞いたか、衛兵たちの話を。まあ見ろと言いたいところだが、僕は同時に活躍のチャンスを逃してしまった。こうなったら僕に残された道はルフィーナを白馬の王子のごとく救い出すことだけだ。意地でも探し出してやる。それにあなたは。え、陛下、どうなさったのですか、このようなところで。それはその、まさか今まで通り出ないをアスと共に。陛下をこのような危険なところで連れ回すだなんて。リジェルド様は悪くありませんわ。私が無理を言ってお願いしただけなのですから。陛下が。ルフィーナがさらわれたのは私のせいでもあるのですから、その責任を取ろうと思いまして。陛下、だからといって。どうかルフィーナが見つかるまでの間は好きにさせていただけないでしょうか。幸いにしてボルド軍はもう全滅しているようですし。ですが楽観はできません。今この砦にいるのは正体不明の連中なのですから。それは分かっておりますが。言えたものだな。何が責任を持って守るだ。少しばかり実力がついたからといっていい気になるな。お前なんか弱くて全然頼りにならなくて。それで何でもない。何でも勝手にするといい。私のわがままのせいでシェスター様を怒らせてしまったようですわ。後できちんと謝罪いたしませんと。はあ、
そのようなことあるわけがございませんわ。逃げられてしまいましたわ。もしかして先ほどリジェルド様がお話になられていた方ですか？大変なことですわ。脱獄されてしまうだなんて。ありがとう。リジェルド様、十分に大したことですわ。この方はこの銀の髪を見るに魔族の血を引く者。その方を外に出してしまうだなんて。早くまた捕らえて牢に入れねばなりません。リジェルド様、どうか。大変なことをしてしまいましたわ。魔族を外に出せば一体どのような災いがあることか。忌まわしき銀の髪、それをこうして再び目にするだなんて。とにかく後を追いましょう。あの方は下へと降りていったようです。おそらく外に出るつもりなのでしょう。
Thank you.